根合図書館は岡山県浅口市根合町にある宗教法人根合教が運営する公共図書館である。初代館長の金光寛太郎が戦争を待った田中の昭和18年にこの戦争は勝っても負けても日本の国は荒野の腹になるだろう。その時必要なのは文化の殿堂図書館と願ったところから始まり昭和18年9月8日に創立された。 現在もその願い通り広く世界中に開けた図書館として活動している。児童図書館、資料図書館としても機能する総合図書館として活動しており、所蔵資料には美術品工芸品等も含まれ、1階の展示室には貴重資料などが折々のテーマで展示されている。所蔵書籍は約23.2万冊。そのうち、 開花図書は9.4万冊と日本に19巻がある。私立図書館の中では一番多い。インターネットからの利用登録や、検索、貸し出しの予約もできる。特に、来館できない利用者のことも考え、利用登録をすれば、貸し出し可能な書籍や資料は郵送での利用も無料でできる。下記の歴史的資料を所蔵している。詳しくは、 根高図書館のウェブサイトを参照のこと、岡山県浅口市根高町大谷320、ありがとうございます。